皆さんこんにちは、トーコです。こんなね動画はすごい久しぶりになりますね。3ヶ月ぶりぐらいになってしまったんですけど、で明日がイースターなのでその準備とか、イギリスはねイースターどういう感じで過ごすのかっていうのをお伝えできたらなと思います。はい、まずスーパーに来ました。でちょっとお花をね紹介しようと思うんですけど、いつもね私イギリスのお花すごい安いって言ってるんですけど、実際にね売ってるところをお見せしたいと思います。こちらの例えばなんか花束みたいになってるんですけど、これはチューリップが5本入ってて、あとヒヤシンスがこれヒヤシンスも5本ぐらい入ってるのかな。で4ポンドですね。なので600円ちょっとで買うことができるし、あとこれ見てください、このバラめっちゃかわいい。このバラ10本ぐらいでなんとこれ1ポンド99ですよ。なので300円ぐらいですね。本当に激安。このバラ、このちょっと、まあ、ちょっとね状態悪いかなと思うんですけど、これとかも300円、めちゃくちゃ安いです。こういう感じのたくさん入ってるチューリップ20本ぐらい入ってだいたい700円ちょっとぐらいですね。5ポンドです。すいません、ここで音声が取れてなかったのでアフレコをします。このパンはホットクロスバンといってイースターの時に食べるパンなんですけど、ドライフルーツとかスパイスが入ってて上部に十字が入っているっていうのが特徴です。まあ、一年中スーパーに並んでるんですけど、イースターの時期はこのスペシャルバージョンということで、アップルシナモンとかチョコレートといった普段は売ってないものが並びます。でまあこのねスーパーはリドルって言って激安スーパーなんですよね。だからまあそんなにね正直生鮮食品とかはあんまり質が良くなくてそんな買うものないんですけど、ここでおすすめなのがパンはねすっごい美味しくて安いんですよですね。私のお気に入りのシナモンロールが今日ないけど、シナモンロールとかすごく美味しいし、あとこのクロワッサンとか焼きたてのが食べれるんですよね。すごい安いです。この辺も100円とかいかない、全然70円ぐらいですね。はい、もうさっきのねスーパーは出てきたんですけど、今日はねこれからあと3軒ぐらいスーパーを回って皆さんにイースターの食材とか、まあ、イースターのそのなんか様子みたいなのをご紹介したいなと思ってます。でその道すがらなんですけど、ちょっとやりたいことがあって、ちょうどね今日来る前にパリ在住の写真家さんのね YouTube を見てたんですよ。そしたらなんか本当に何でもない街の風景を撮って写真にね収められてたんですね。それがすごいおしゃれでかっこよかったんですよ。で私もそれちょっと腕がね写真の腕が全然違うと思うんですけど、やってみようかなと思って、その方はね何でもないマンホールとかを撮ってて、それがねすっごいなんかいいなって感じだったんですけど、まあ、私がやったら全然そんないい感じにならないかもしれないんですけどね、やってみたいと思います。こちらマンホール発見しましたっていうか発見しましたっていうか、結構かわいいマンホールないかなと思って、これね10個目ぐらいなんですよね。でも全然ねかわいいマンホールイギリスない。なんだろう、なんかパリはなんかおしゃれなのかな。まあ、これはね一応メイドインイングランドって書いてたので、まあ、今まで見つけた中で一番いいかなと思ってこれをとりあえず撮りたいと思います。一応もう一つマンホールをご紹介したいと思います。私がこれで驚いたのはこのチャレンジャーっていうね、このチャレンジャーって英語だったんだっていうそれなんか聞いたことなくて、チャレンジャーってなんか和製英語だと思ってたんですけど、はい、どうやら英語らしいです。Not right with the camera, is it?
I think so. Something wrong with it. And yeah, it's a shame, but. Oh, thank you. But lips at the front have gone now. Oh, yeah. Hot sun comes out, they. Right, yeah. They don't stay long. But you put up the basket, so. Yeah, something yeah, new. Oh, that's so pretty. How long did it take to put all these plants and flowers? You gotta wait till next year now. Well, yeah, they look so different now. But still pretty though. はい、で今度はアズダっていうスーパーに来ました。ここでもやっぱりこのホットクロスバンがすごい幅を利かしてますね。今はイースターなので、すごいソルトキャラメル、ホワイトチョコレートとかもありますよ。この辺はね普段ないと思います。あとホットクロスローフとか食パンみたいな感じの、これもね普段はないと思います。普段あるのは多分もうオーソドックスなホットクロスパンっていうのは多分一年中ね見ると思います。こちらのスーパーでもやっぱりねお花はねすごい安くて可愛い。こんなバラとかこんなに入ってね4ポンドめっちゃ安いですね。以前のね動画で私がお花の定期購入をして1回3000円がね高いって言ってたと思うんですけど、これねだいたい本当イギリスってこれ花束とかでも10ポンドとかなんですよ。1400円ぐらいなんですよね。なのでやっぱね3000円っていうのはね私にとってはねすごい高く感じたんですよね。こんな感じで私の好きなクランペットもウサギの形になってて可愛くなってますね。はい、はい、こういう感じでイースターのチョコレートがねたくさん売っています。ちょっともっとねイースターの可愛いチョコレートとかを取りたかったんですけど、さすがにもう今日前日なのでもう全然ね残ってなくて、もうすでに撤去作業がね行われちゃってるんですよね。多分ここがもともとイースターのコーナーだったと思うんですけど、なのでちょっとねお見せできないです、ごめんなさい。今ねスーパーから戻ってきて普通にランチ食べようと思ったんですけど、やっぱりビデオを撮ろうと思ったんですよ。それなんでかというと、私が最近すっごい美味しくてハマってるこのサンドライドトマトっていうのを紹介したくてビデオを回してます。これはねイタリア産のなんかドライしたトマトをオイル漬けで、あとちょっとハーブとかに入ってるっていうやつなんですけど、直接食べれるんですね。多分日本でもね売ってるんじゃないかなと思うんですけど、私はこっちに来て初めてトライしてすごい美味しいんですよ。なんかパスタに入れたり、今から作るのはこのバゲットにこのトマトを直接入れて、あとこのカマンベールチーズにバジルをこう入れるだけなんですけどね、これが本当に美味しい。なのでもしイギリスにね今度旅行に来られたら、これねすっごいたくさん入って多分200円か300円ぐらいなのでおすすめです。でも挟んだだけなんですけどね、出来上がりました。でこのドライトマト、普通のトマトと何が違うかというと、とにかく味がすっごい濃いんですよ。もう本当にコクがあるんですね。なのでパスタとかに入れてもすごく美味しいんですよ。はい、で続きましてさらにおすすめがこのねマッシュルームオイル漬けで、ちょっとこれはなんかビネガーが入ってると思うんですよ。ちょっと酸っぱい感じなんです。なんかマリネみたいな感じかな。これもねすごい美味しいんです。これもねちょっとランチに足したいと思います。そしてもう一つ、こちらは皆さんね、スコッチエッグってイギリスですごい有名なの、まあ、ご存知だと思うんですけど、スコッチエッグの卵って大体なんかもう固ゆでじゃないですか。でもねこれね、なんかグーイーヨークって書いてるから黄身がとろーって出ると思うんですよ。食べたことないかわかんないんですけど、多分新発売で
初めて見たので、これも食べようと思います。はい、そしてこれがまあメインですね。メインっていうかイースターに欠かせないこのホットクロスパンっていうのがもうほんと定番の中の定番って感じなんですね。で、これを今から半分に切って、ちょっとトースターで軽く焼いて、その上にバターを塗って食べます。このね、オイル漬けさっきお見せしたもの、なめことか、なんかエリンギとか、ほんとたくさんのね、いろんな種類のマッシュルームが入ってるんですよ。で、このスコッチエッグはね、本当に書いてた通り中身が半熟の卵ですね。美味しそう、初めてですこれは。で、これをこのホットクロスパンを焼くと、もうね、すっごいシナモンとかの香りが部屋中に広がって、なんか独特、すっごいいい匂いがします。はい、ではいただきます。はい、すいません、これもいきなりね、ラムも準備できたところからのスタートになってしまうんですけど、本当はね、もっとラムをスーパーで買ってるところとかもお見せしたかったんですけど、まだね、イギリスロックダウン続いていて、スーパーもね、入場制限がかかってるのでね、もうパパパッと買って帰ってくるっていう感じなんですよね。だからビデオ撮ったりもできなくてすいません。で、ローストポテトですね。もうとにかくイースターといえばなんかラムを食べるっていうのが習慣みたいで、はい、なのでこのローストを作っていきたいと思います。ちなみに今これは赤ワインとあとローズマリーとタイムで塩コショウをした状態ですね。あとガーリックもちょっと入ってます。はい、今ねオーブンから取り出して肉をちょっと寝かせてる状態です。すごい犬がね、めっちゃキュンキュン言ってますけど、聞こえますかね、私の声。ラムといえばミントソースをかけて食べるっていうのが定番なので、これをかけていただきます。こういうもう本当に細かく砕いたミントが入ってます。では最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。